記者会見をしようとしたのが間違いだと思うんですよねあの。要は記者会見をした方がいいよっていうのはメディアの人は100%言います。なぜならネタになって視聴率が取れて稼げるから。でまあ新聞だったら記事にできるとかね。週刊誌だったら記事にできるとか。なのでそのメディアのどんな人にも「いや記者会見やった方がいいですよ」っていうその人のためを思って言ってるような素ぶりで言うんですけどあの基本的には記者会見をやらないで逃げ切った方が強いです。えっ、ー、とあの。 税務署の職員で、なんかあの、その、えっと、給付金の詐欺やって、インドネシアかなんか逃げた人って、確かまだ顔割れてないっすよね。なので、あの、多分、そういう感じで、その、なんか金持って逃げたけど、犯罪者になったけど、別になんか顔バレしてないから、そのままお勤めご苦労様っていうので、元通りっていうパターンだとするので、なので、なんか記者会見をした方がいいですよっていうのは、基本僕嘘だと思うんですよね。 だからあの昔、金海強盗をして、なんか闇営業とかをしたお笑い芸人の人がいるんですけど、で、あの人もなんかその闇営業でこんなことありました、みたいな記者会見して、で、結果として吉本興業にめっちゃ嫌われて、揉めて、いまだにテレビに戻れないみたいなのがあったりして、だからなんか記者会見って自己満足でやる必要ないんじゃないかなと思うんですよね。で、今までで、あ、これうまいなと思ったパターンが、あの、えっと、オリエンタルラジオの中田さんと藤森さんが、えっと、 その中田さんがよちょ吉本辞めまわすみたいな発表をするっていう記者会見の動画っていうのがあのオリラジェの中田さんの YouTube の,のチャンネルの動画になるんですけどあれがその記者会見のように見えるような形でそのいろんな人に手伝ってもらって作ってく。 まあフェイクというか記者会見的な質問をスタッフの人がやって記者会見的なリアクションをそのオリエンタルラジオの人たちが台本通り喋るっていうのだけど動画を見てる分には普通の記者会見かのように見えるっていうあのオンラインサロンのメンバーの人がやったらしいんですけどあれが僕ね今のところ記者会見の中での解決策の一番いいパターンだと思うんですよ。 あれをなんとなく見た人って、あ、この人ちゃんと記者会見やったんだ。で、あんまり叩かれてないから、世間的にはこういうことなんだ。みたいなので、なんかちゃんと説明責任を果たしたように見えるんですよ。では記者会見しなかった。なのでその説明責任を果たしてないみたいなバッシングの仕方をすると思うんですけど、で、オリエンタルラジオの人は、あの、説明責任果たしてないんですよ。果たしてないんだけど、でもあの動画をこうチラッと見た人って、でも記者会見やってたよねっていう印象しか残らないんですよ。 いやその別にあのその一人一人の,の芸能人の人が具体的にどうしたああしたってじいちじいち覚えてないんで、一瞬でもその動画見た人は、ああ、でもまあ記者会見してたよねっていう印象だけ残るんですよ。で、メディア的にはあいつ記者会見しないよねってあるんだけど、でももう一般の人は記者会見したよねっていうイメージになっちゃうので、結果としてお得っていうのがあって、やっぱりだから中田さん賢いなと思いました。はい